え、画像 OK？ YouTube。はい。まだ。あ、ここ。うん、ここは大丈夫です。ツイキャスもお願いします。ツイキャスも大丈夫。はい。なんかあっち側向いてるような気がするけど、大丈夫。ね、あ、どうしよう。あ、じゃあ、普通で直しましょう。高めるブックセラピー。時刻は午後2時を回りました。しのの自分を高めるブックセラピーの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するしのです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では私の好きな本や日々の生活の中から心に響いたメッセージや体験談、感動したこと、おすすめしたいものなどについてお伝えしたいと思います。この番組を通して私自身も含め聞いている皆さん一人一人が自分自身を高め、自分らしく輝いていけるように応援できたらいいなと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。では早速、最近私が感銘を受けた本の中からメッセージを紹介したいと思います。今日ですね、紹介したいのは老子荘子の言葉百選、心がほっとするヒントですね。坂井の勝則さんが書かれている本を紹介したいと思います。今日は老子の、メッセージを中心に紹介したいと思います。沖縄は、ね、台風が近づいていて、ちょっとね、外は雨、そして、風が強いんですけれども、心は、ね、落ち着かせてほっとする、時間を、ね、一緒に過ごせたらいいなと思っております。台風が迫っている地域の皆さん、今後のね、天気予報に注意しながら、今日も安全に過ごしていただけたらと思います。はい、では紹介します。上善は水のごとし、理想的な生き方を水に見つけた。水のように柔軟に生きる。最上のいいことというのは、例えてみると水のようなものである。水はよく万物を利して争わず。水は万物に利益を与えていながら、決して他と争わない。水は丸い器に入ると丸くなる。四角の器に入ると四角になる。どんな形の器にも逆らわない。柔軟であり、謙虚である。そして水はいろいろなものに利託、利潤と恩託を与えている。この自然の中で水なくして生きているものは一つもない。それほど偉大な存在でありながら、水は決して誇ることをしない。世の人は誰もが一歩でも上へ、一つでも高い地位を欲しがっている。水はその反対に、低いところへ低いところへと流れていく。次々支流を抱えて、だんだん広く大きくなっていく。しかも最後は海に流れて偉大な存在となる。というね、上善は水のごとし、ね、有名な言葉だそうです。はい。続いていきます。いずれば生、いれば死。常識を出ると自由になる。満ち足りすぎると死に至る。世の中の人がいいと言っている考えから抜け出ることができれば、自由に生きることができる。世の中の人がいいと言っている考え方にのめり込んでしまうと、自由を失って死んだようになる。現代人の大半は、いい学歴がいい人生に直結すると考えている。小学生の後半から塾に通って知識を詰め込む。幼少から努力をする態度を養うのは悪いことではないだろう。が、
詰め込み教育に深入りすると、時に絶望的な失敗をすることになる。その性を性とするの熱きをもってなり、人間はもっともっとと、あまりにも満ち足りたいい生活をしようとしすぎて、かえって逆の結果を生むことになる。有名中学、有名大学、有名大会社に就職をして、部長や専務に昇格できず、心の病を得たり、時に自分で生命を粗末にしてしまう。では続いて、情を知ればよう。あなたの命は大きい自然。みんな同じ命と知れば寛容になれる。生まれてきたものはちょうど木の葉が落ちてしまうように、すべてが自然の根元に帰っていく。これが天地自然の変わることのないあり方なのである。不老長寿の薬を飲んだとしても、いつかは必ずこの世を去る。それは人間誰しもが同じ大自然の力で生きているからである。みんな同じ、いつも同じ。これを情、つまり常に変わらない絶対の生命の力というのだ。太郎も次郎も花子も君子も、みんな同じ情という自然の生命で生きていることを知れば、ちょっとぐらい意見が違ってもまあいいかと寛容になれる。誰もが全く同じ自然の力で生まれ、自然の力で生き、そして再び自然に帰る。この真理をよく知って、同じ生命を手を取り合って生きていこう。寛容になれず、つい喧嘩をしてしまうのは、それぞれの頭の中のいい悪いの考え方が違っているからに過ぎない。みんないつかはこの世を去る一定辺の情の生命を生きていることを、もっと強く自覚したい。そうですね。そういう考えを持ってれば、ね、この世の中から争いがね、なくなってしまうのではないかと思います。では続いていきます。多ければすなわち惑う。欲張ると心配が増える。忘れようとすると忘れられなくなる。物を多く持ちすぎると、どれを用いたらいいのか迷ってしまう。洋服も同じで、あまり多く持ちすぎると楽しみではあるが、どれを着るか惑うことになる。論文を書くにしても、学問や知識がありすぎるとかえって書き出すことができない。いたずらに医学の知識を持ちすぎたり、薬の効能を知りすぎると医者を信ずることができなくなり、どの薬が自分に適当なのかわからなくなってしまう。詰め込みの教育を何十年もさせられて、記憶能力を鍛えていると物を忘れることができなくなる。普通は努力をしなくても忘れることはできるが、詰め込みすぎて忘れられなくなった人は忘れる努力をしようとする。ところが自分の意思で何とか忘れようとすればするほど、どうしても頭にこびりついて忘れられなくなる。そうなると不幸なことに精神異常さえ起こす。多く、少しでも多く、お金も知識も情報も多く得るために競争をして、頑張って多くを得て戸惑っている。本当ですね。最近ね、よく言われるのが、世の中今物が溢れすぎて、ね、少ない暮らしがいいんじゃないかって動き出している人たちもいますね。はい。では続いていきます。つま立つものは立たず、つま先で立っていたらすぐ疲れる。難しい道ばかり選ばない。近道もある。高くなろう高くなろうとして、つま先で立っている人は長く立ってはいられない。人生の道は難関な道ばかりを選んではいけない。たまには容易な道をのんびり歩いた方がよい。遠回りばかりしていては疲れ果てる。だから時に近道も必要である。
またぐ者は行かず。大股に歩いている人は決して遠くまで歩き続けることはできない。汗を垂らし、息を弾ませて、早く目的地へ行こうと、大股に急いで歩いていくのも一緒。涼しい風を受けて汗をかかず、休み休み、あたりの景色を楽しみながら、のんびり歩いていくのも一緒。自ら是とするものは明らかならず、自分の考えだけが正しいと思って、自分の尺度だけで他人を支配しようとするものは、楽しくて朗らかな生活はできない。ね、ということで、難しい道ばかり選ばない近道も選んだ方がいいよっていうね、メッセージでしたね。では続いていきます。愛して身をもって天下となす。もっと深く自分を愛せ。人間として生を受けた以上に尊いものはない。人間は誰もが自分を愛しているであろうが、どうせ愛するなら、もっと真剣に、もっと深く、とことん自分を愛したらどうであろうか。自分が人間として生まれ、人間としてこの世に生活していることができるのは、一体誰のおかげなのであろうか。もし犬にでも生まれたら、餌をもらうために一日中鎖につながれたり、小さな箱の中で一生を過ごさなくてはならなくなる。まことに幸運なことに、私たちは人間なのである。お釈迦様も天地自然から授かった命を人間として生きられる以上に尊いものはないと言っている。自分が人間であることが宇宙の何者にも変えられない尊い存在であることをよく自覚して、自分を強く深く愛して生きていけたら、どんなにか幸せであろうか。人間は時々自分の生命活動の素晴らしさをそっちのけにして、高級車とかダイヤとかが買えるお金を熱愛して、自分を愛することを忘れてしまう。すごいメッセージだと思いませんかね。本当にそうだなって思いますね。ですので皆さん、自分の命を、ね、大切にしていきましょう。では続いていきます。僕は小なりといえども、天下よく人とすることなし。好きなことをやれ、人に使われなくてもよい。自分のやりたい仕事を楽しむ。僕、すなわち山から出されたままの皮がついている痩せ細った木は何の用も足さない。用をなさないということは人に使われないことである。世の中の人が家来とか下僕として使われなければ、権威者の言いなりになって卑屈な思いをして生きなくてもよい。働くことは大いに賛美されるべきであろうが、食べるためにいやいやしなくてはならない労働はできるだけ避けたいものだ。金のためにだけ面白くもないことを召使いのようになって、汗水垂らして辛苦している人生が何の意味があるだろうか。社会の適応能力があればそれに越したことはない。老子はそれを決して否定はしていない。適応能力がなくてもそれはそれでいいではないかと言っているのだ。その方が自分の本質の生命を表現して自主的に生きられるというのだ。はい、老子も言ってますね。はい、自分の好きなことをやれっていうことですね。はい、調整を煮るがごとく、小さい魚を煮るようにする。過干渉は子供をダメにする。鍋に小さい魚をそっと並べて煮るときに、いたずらに向きを変えたり、ひっくり返していると、小魚の形がぐちゃぐちゃになってしまう。あまりかき回さない方が、小魚の形が美しいし、味も良い。かつて、子供の教育のために、過保護と過干渉が良くない、と言われていた。が、今日では、過保護はいくらしても、子供の健全な成長を妨げないことが分かった。
子供たちをダメにしてしまうのは過干渉が最も良くないのだ。あれこれと干渉され、毎日のように注意や施策を加えられて、子供の個性や適性がぐちゃぐちゃにされて、自分の本質がなんだかさっぱりわからなくなってしまった子供たちがいかに多いことか。現代は子供の教育ばかりではなく、あまりにも重箱の隅をつつくようなことが多く、人々は常に戦っている。老子の中心哲学は無為自然、自然に任せて放っておくである。そうですね、過干渉ね、干渉しすぎると良くないっていうことをね、もう何年も前から言ってることなんですね。では、本日最後の、メッセージとなります。情によく人を救う、ゆえに気人なし。寛大な心の人が人を救ってくれる。悪い人がいるから善人になれる。常に大自然の命と一緒に生活している人は、自分勝手な善悪の考えをあまり強く持っていない。大自然と同じように寛大な心で人に接するから、相手の性質や長所や短所に応じてよく人を救い育てる。ダメなやつだ、使い物にならんなどと言って人を捨てるようなことはしない。不善人は善人の師なり。もし悪い人をみんな捨てて、この世に悪い人がいなくなると善人もいなくなる。なぜか、みんなが善人になってしまうと善人は普通の人になってしまうだろう。善人が善人になれるのは悪い人がいるからで、悪い人は善人の宝であるわけだ。小学校時代は全く勉強しない悪ガキ大将が、中学生になってすっかり真面目になって勉強もよくするし、礼儀の正しい子になる場合が多い。全くその逆もある。善悪はあるひとときの表情であることが多いのだから、今悪い子を永遠に悪い子と思ってはならぬ。ありがちですよね、もうあの人本当に悪い人ってね、ね、一時的な感情で決めつけてしまうことってあると思うんですけれども、このメッセージは本当に、ね、悪い子をね、永遠に悪い子と思ってはならぬってはっきり言ってますので、で、物の見方を変えてしまうと自分自身も安らげるし、ね、相手にとっても、まあ、チャンスを与える機会になるのではないかなって思います。はい、ツイッターの方に、メッセージが来ておりますが、CM を挟んでまた、皆さんにお伝えしたいと思います。では今週のポジティブになれる音楽は、愛でフューチャリングカンナの、キラキラです。
声は出てませんが、曲流れてるのかな。あ、曲は流してないんですよ。曲は流れしてないの。流してないです。あ、じゃああと10秒だ。あ、あと10秒だ。はい、もうエンディングまだですよね。エンディングは、ね、はい、あ、エンディングはエンヤで。今エンディングですか。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。シノの自分を高めるブックセラピーですが、お聞きの皆様いかがでしたでしょうか。先ほどツイッターの方にメッセージが来ました。スプレームさん、本日もありがとうございます。シノさんの話を聞いて思い出した言葉が、餌食の中に童心なし、童心の中に餌食あり、道を追求していけばなるようになるという伝教大師の言葉ですというね、今日もまた素晴らしい、ね、メッセージをありがとうございます。そして、綾之助さん、よっちさん、今日ね、メッセージを、あ、メッセージじゃなくてラジオを見てくださってありがとうございます。先週ですね、私が紹介したかった映画があるんですけれども、ボンジュールアンというね、映画なんですが、フランスを舞台にした映画、アメリカの映画ですね。内容が、まあ、簡単に言うと、思いがけない旅で自分を見つめ直す人生賛歌です。はい、もうこれをね、見ると、私は見て良かったなって思ったのは、日常をちょっとゆっくり過ごすっていうことの大切さに気づかされましたね。はい、素晴らしいフランスの景色と、それからメッセージ性のある、ドラマが、なんか私にとっては新鮮感がありましたので、興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。タイトルはボンジュールアンです。では今週は以上になります。皆さん、また来週も、ぜひお聞きください。お相手は私、しのでした。また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。デトックスができました。嬉しい。しのさん、サンドさん、お疲れ様でした。今日も心のデトックス。